ぐ飛び出せる足作りが一番大切で、あと自分でこう面を狙ってますよっていうように、分かってたら相手は面に飛んでこないので、面飛んでくるように、こっちは手頭狙ってないように、自然と構えることが大切で、面を打ってきた時にいつもの自分から仕掛けて面を打つっていうような、体の動きじゃなくて打ってくるんだからここで合わせる。自分の体は本当10センチほど、10センチから15センチから10センチほど前に出すイメージで、相手の拳よりこっちの拳が必ず上になってないとまず勝てません。なので初めに一挙動の踏み込みした、このイメージで来た時に一瞬だけ踏み込む。これは相手の力を借りて一方にできる技なので、自分から力強く打つ必要はない。相手の来た力を利用して。So the idea is that you're not using